養老鉄道養老線。養老線は、三重県桑名市の桑名駅から、岐阜県伊比郡伊比川町の伊比駅までを結ぶ、養老鉄道の鉄道路線。伊比川流域西側を縦断する路線で、岐阜県と三重県を直結する唯一の鉄道路線でも、ある。田戸駅から美野高田駅までは、養老山地の麓を走る。養老山脈の麓は、農美平野に向かって、 線状地が広がる地域で、線状地によく見られる水無し川や天井川が見られ、鉄道路線が川の下をトンネルでくぐる箇所がいくつもあり、この路線の特色とも言える。沿線には、多度大社や養老の滝などの名所がある。途中にある JR 東海道本線、垂水鉄道の理解駅の大垣駅は、桑名方面と伊比方面との線路が合流する、スイッチバックの配線となっている。 養老線は、長らくの間、近畿日本鉄道、近鉄によって運営されていた。しかし、貨物輸送の減少、国道258号の整備、少子化、高齢化などで次第に経営状況が悪化していった。そのため、近鉄本体による運営継続を断念し、2007年2月14日に設立された養老鉄道、近鉄の子会社で、第二種鉄道事業者に、 同年10月1日付で同線の運営が遺憾された。この運営遺憾によって、寄阜券から近鉄が直接運営する鉄道路線が消滅することになった。ただし、線路などの施設は近鉄が第三種鉄道事業者として引き続き保有していた。分社化と同時に、駅名表が更新されたが、近鉄の駅名表の衣装を踏襲しながらも、ラインカラー、近鉄は、 マルーンとオレンジが緑とライムグリーンに変わっている。なお、車両の塗色は2008年7月より全車両が近鉄時代のマルーンの9色一色塗装に戻されたが2009年9月に6 0 0系1編成 606F がかつて走行していた近鉄南大阪線時代のラビットカーと同じレンジバーミリオン地に白帯を巻いた塗装に変更された。 2018年1月1日から近鉄に代わって養老線管理機構が第三種鉄道事業者となり養老鉄道が第二種鉄道事業者として引き続き運行を担う体制に移行している西大垣駅に運転区と車庫が併設されており当線の拠点となっている養老線は立川雄二郎が1911年 明治44年7月に設立した初代の養老鉄道によって1913年7月に開業した現在の養老鉄道とは直接的な関連はない。その後、一時期伊比川電機、現在の伊比電への合併、分離を経て伊勢電機鉄道の参加に入るが、再び分離の後、改めて三宮急行電鉄に合併されるという複雑な経過をたどった。この結果、 過去に運営主体の会社名が8回変わっている。四日市港と鶴ヶ港を結ぶ鉄道敷設を計画した四日市の石間主作は、三重県と岐阜県の沿線の有力者を解き歩き、その賛同を得て出した鉄道敷設願いに対して1897年、明治30年に仮免状がカフされ、しかし、沿線の利害関係、当時は、伊比川、牧田川、 水門側の周運が盛んであった。また、大垣北の誘致争いもあった。や、不況も重なり実現の目処が立たなかった。1911年、明治44年になり島は、地元出身である、立川雄二郎に、養老鉄道建設に参画するよう依頼した。立川が社長となり、初代養老鉄道を設立。1913年、大正2年7月に、 養老大垣、池の間が開業することとなった。用意した車両はすべて中古車で、鉄道員より、機関車5両、南海鉄道より客貨車を購入した。また、養老公園の整備や、養老ホテルの建設を行った。そして第二期工事となるク名ナ養老館、池のいび館は1916年、大正5年に工事に着手したが、第一次世界大戦勃発のため資材が高騰した。 このため工事は遅れ1919 19年、大正8年4月に全線開通となり、養老線の総延長は 56km となった。さらに当初の目的である桑名四海地間の延長路線の出願を繰り返していたが、国有鉄道関西本線と並行するので必要なしと却下されていた。しかし1919 19年、大正8年12月に関西本線とは、 それの目的、なるものありとして免許がカフされることとなった。次に電化計画を立て、立川が社長を務めていた伊ビガワ電機より、電気の供給を受けることに決定した。1922年、大正11年6月に、経費削減のため、伊ビガワ電機へ合併し、伊ビガワ電機鉄道部となった。この時期伊ビガワ電機は、不況の影響で、 業績不振であり経営再建中であった。それでも立川は養老鉄道の電化に注力することとした。そして1923年、大正12年4月に全線電化し、翌5月に機関車2両、客車26両、貨車26両で電気運転を開始した。この電化開業により、鉄道利用者数、貨物輸送量ともに大幅に増加した。 また、1922年、大正11年9月に、四市中治山田間延長付設を出願したが、却下されている。1925年、大正14年12月に、鉄道事業の推進役であった立川が死亡した。立川なき海川電機は、電化による投資が負担となっており、経営方針は転換されていく。1926年、 大正15年9月22日やっと取得した、桑名四日市間の鉄道敷設権が、伊勢電気鉄道に譲渡された。実は、伊勢電気鉄道、伊勢鉄道は、同区間の路線出願を却下されておりこの路線の譲渡を希望ていたからであった。伊勢電気鉄道は、この譲渡直前の9月11日に、伊勢鉄道から、社名変更したが、同日に、 四日市銀行頭取の熊沢和江が社長に就任した。熊沢は四日市銀行を資金源に積極策を打ち出すことになる。伊勢電気鉄道の電化を完成させると、伊比川電気より譲り受けした桑名四日市間の工事に着手した1929年1月開業。さらに1928年昭和3年2月に養老電気鉄道を設立し、 4月に、伊比川電気、熊沢は、関西役に、就任より、鉄道事業を譲り受けしたが、翌年10月にはこれを、伊勢電気鉄道に合併し、11月13日に、津新地大垣機関直通急行列車の運行を開始した。その後も伊勢電気鉄道は、宇治山田、名古屋への延伸を進めたが、有利市夫妻は1379万円、昭和5年度まで増加し、 昭和恐慌の影響で収入は伸び悩んだ。このような時期に熊沢星手継ぎ国事件で検挙され、1932年昭和7年2月に社長を辞任。3月には信用不安により預金の流出が続いた四海寺銀行が営業休止に追い込まれた。そして7月には養老船の強制管理が実施されることになる。これは明治生命保険120万円。 東京海上火災保険、三菱海上火災保険各65万円、計250万円の借入金があり、この返済が滞ったため鉄道財団が設定された養老船が差し押さえられる事態となった。伊勢電は公正の道を模索することになったが、再検索はなかなか定まらなかった。当初は専務取締役の無藤家門が指揮を取っていたが、 大口債権者である日本工業銀行の推薦により1931年昭和年11月から高橋正夫が加わり、1933年昭和8年7月に半田三ミに変わった。明期鉄道や根塚一郎、初代の支援要請も検討されたが結局三井、公認の了解のもと、第一期、三級と交渉を進めるとになる。ようやく、 伊勢電機鉄道整理案がまとまりくわないびの路線を分離して1936年昭和11年5月養老電鉄株式会社を設立本社大阪社長金森又一郎市場とすることになった。大器三級系である養老電鉄は債務整理の関係上別会社として設立されたものであったが業績も向上したことにより1940年 昭和15年4月に株主総会において経営の合理化と資本の増強を図物として三宮休校への合併が決議され8月に実施となる。提出された合併申請書には前期理由のほかに交通調整本来の趣旨にも合致するものとあるようにその後も1941年昭和16年3月に坂電気軌道が三宮休校を予定より 監督官庁の商用周りとして合併、関西急行鉄道に解消。そして1944年、昭和19年6月には、資本関係のなかった関西急行鉄道と南海鉄道が、運輸通信省商用に獣医交通調整の国策に、順のう企業の統合に、いる運営の強化をするため、合併、近畿日本鉄道に解消という流れになっていった。 養老線は慢性的な赤字路線のため、近鉄は2006年、平成18年から路線の運行継続に向けて、沿線市長の金銭的支援の可否について、沿線市長と協議を行ってきた。この協議の結果、両社間で以下の内容で合意した。この結果、近鉄は中部入局に鉄道事業廃止届を提出。 2007年4月20日に認可され、10月1日から、新会社により運営が始まった。近鉄及び、養老線の前身の養老電気鉄道と伊勢電気、鉄道は養老線の大垣駅から岐阜市へ至る新線建設に力を注いでいたこともあった。その視線として、安八郡血村、現、安八郡安八町海津郡今尾町、現、 海津市も計画されていた。1927年、昭和2年、大垣市を中心とした12市町村で、性能鉄道組合が設立され、岐阜大垣の鉄道建設を計画。1928年、昭和3年に、性能電気鉄道より、鉄道不設権を譲り受けた。その一方で、養老電気鉄道が1928年、昭和3年に、 岐阜大垣の鉄道建設を計画する。この二つの計画は統合され、1929年、昭和4年には、養老電気鉄道を吸収した伊勢電気鉄道に、計画が継承され、建設のための準備として、大垣と岐阜の間にある伊比川と長良川に架かる橋、伊比大橋、長良大橋は、木垣国道、旧国道21号。 現岐阜県主要県道31号線との共用として1933年、昭和8年建設されていた。しかし、伊勢電気鉄道は無理な拡張がたたり、破綻状態となり、歴史説参照、新線の建設に着手できなかった。戦後、モータリゼーションによる交通量の増加に伴い、岐阜県は1957年、昭和32年、 橋梁の使用権が岐阜県にあることから道路専用橋にすることを近鉄に申し出る。近鉄は名古屋、岐阜への進出を積極的に行っていたこともあり、この申し出に応じなかった。近鉄は1961年、昭和36年、この長ら大橋と伊比大橋を利用して大垣橋島の新線の建設を発表、東海道新幹線岐阜橋島駅との 連絡線計画を打ち出した。当時の計画によると、養老線に大垣駅南から、旧国道21号に並行し、通信し、橋橋小熊から長良川沿いに、岐阜橋間駅に至る、総延長1 2 5トル公費は50億円を予定していた。将来的には、橋橋小熊岐阜間を建設し、国鉄鉱山本線への乗り入れも考えており、実際に、 当時の鉱山本線の準急、小金などの岐阜羽島駅乗りで構想があった。しかし、岐阜羽島への路線建設は、名古屋鉄道に免許がおりたため、近鉄の計画は消滅し、名古屋鉄道によって、岐阜羽島駅の近くに、羽島線の新羽島駅が設置された。また、沿線自治体で結成され、近鉄とは別に岐阜大楽機関の鉄道建設を、 模索していた企画鉄道組合も1983年、昭和58年に唯一の子孫であった岐阜バス、名鉄系の株式を各自治体に分配の上解散、近鉄も1985年、昭和60年に保有していた鉄道不設免許の企業廃止手続きを行い、岐阜大垣機関の私鉄建設は幻と消えた。岐阜羽島駅、大垣機関。 およびすのまた、大垣館は、現在も、近鉄系の名範近鉄バスが担っているほか、2007年9月までは、岐阜バス大垣から安八町チ長結を経由し、海津市までという、前期鉄道計画と大部分重複するルートを、走っていた。なお、近鉄では、岐阜進出に関して、他に、岐阜市の長良川ホテルを買収し、とホテルチェーンの一員として運営していた、 長良川ホテルは閉館となったが、ギフトホテルを別途展開している。また、これとは別に、岐阜市や長瀬に、京都市に本店があった丸物百貨店時代から続く、京都近鉄百貨店岐阜店、1999年9月閉店、現、岐阜中日ビルも存在していたほか、岐阜市本拠のゼネコン、第二本土木も参加に置いていた。また、 近鉄バファローズの主催試合を長良川球場で行っていたこともある。全線を通して運転される列車はなく、スイッチバック式の大垣駅を境に運転系統が分かれている。すべて普通列車でワンマン運転を行っている。2010年3月19日改正ダイヤでは、桑名駅大垣駅間の列車が1時間あたり、朝夕は2本、昼間時間帯は1本であったが、 朝から昼間に、桑名駅石津駅、駒野駅間で、区間運転の列車が設定されていた。また朝7時台には、土休日運休の養老発大垣駅の列車も、設定されていた。2013年3月17日の、ダイヤ改正により、ダイヤが大幅に見直された。2014年9月21日改正時刻では、桑名駅大垣駅間では朝は、 おおむね20から30分間隔、昼以降は、ほぼ40分間隔の運転となっている。朝と夜間には、田戸駅、駒野駅、養老駅を、始発、終着とする区間運転列車があるほか、桑名発23時の最終列車は、美濃松山駅である。美濃松山駅は2010年のダイヤ改正で、消滅した行き先で2013年のダイヤ改正で3年ぶりに、復活した。 また、早朝に、西大垣駅発桑名駅い一本が設定されている。一方の大垣駅、伊比駅間は朝と夕方は、おおむね20分間隔、昼間は40から60分間隔の運転となっている。ただし、大垣初の21の23時台は40から60分間隔となる。2016年3月19日改正では、終日共通の時刻表となり、 統一のために2から4分の時間調整が行われた。2018年3月17日のダイヤ改正では、大垣駅西大垣駅間の区間列車が終日に、渡り設定された。かつて、伊勢電気鉄道の時代には大神宮前駅、伊勢神宮下空前まで、本線の列車が直通しており、名古屋線が 1067mm 期間の凶器だった頃は、 名古屋線との直通運転列車があった。また1982年頃には、早朝の西大垣発大垣駅始発がそのまま、いびいきになったこともあった。1959年、昭和34年の伊勢湾台風の水害復旧の際に、名古屋線は標準期化されたが、養老線は大垣区穴間を短絡する国鉄直通貨物輸送があったため、 標準気化されなかった。現在は、優等列車の設定はないが、1976年3月18日から1983年3月24日までは、桑野の発用労業の急行列車が一本のみ、走っていた途中停車駅はたどのみ、オートバイ駅は、1986年までは一部、列車のみ停車していた。また、近鉄時代より、 毎年1月に、大垣区名名古屋線宇治山田間に、伊勢神宮発毛で臨時列車が、伊勢神宮発毛で割引切符購入者を対象とした団体列車として運行されているが、この列車は直通ではなく、区名駅で乗り換えとなっている。養老線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。桑名駅を除いた養老線各駅の乗車人員のガス産地を似て示す。この値には、打線から桑名駅を経由して養老線に乗車する人員は含まない。なお、2007年度は、 近畿日本鉄道は9月までの、養老鉄道は10月からの実績である。養老線の近年の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、2007年度は、 近畿日本鉄道は9月までの、養老鉄道は10月からの実績である。養老線の近年の営業成績を過表に記す。表中、収入、費用の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、 2007年度は、近畿日本鉄道は9月までの、養老鉄道は10月からの実績である。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。運賃は運営移管後別体系となったが、近鉄時代は、ローカル線の加算運賃が適用されていた。回数券は、養老鉄道移管時は、近鉄と同様に、10枚分の価格で11回。 使用可能で有効期限は3ヶ月であったが、2011年4月1日から7枚綴りで、片道運賃の7倍の7%引きで有効、期間1ヶ月に改定された。普通券、回数券は、非炎高度券、試験である。有人駅では公券乗車券、一部区間及び公券入場券も発売されている。定期乗車券は、通勤定期券、 通学定期券の2種類があり、有効期限は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類ある。ただし、通学定期券に限り、1カ年通学定期乗車券の発売をしている。この定期券は懸命に顔写真入りで紛失しても、再発行が可能である。定期乗車券は、近鉄桑名駅、下深谷駅、多度駅,駅、駒野駅、養老駅、西大垣駅、 大垣駅、伊比駅で発売している。このうち市も深谷駅、田戸駅、駒野駅、西大垣駅、伊比駅は、養老鉄道相互間の定期を、非エンコード券で発売している。養老駅、大垣駅では、養老鉄道相互間に加え、大垣駅接続の JR 線、一部区間との連絡定期券、桑名駅発は、発売不可をエンコードで発売している。 近鉄桑名駅では、養老鉄道相互間に加え、近鉄桑名駅接続の近鉄線、名古屋線、湯の山線、鈴鹿線との連絡定期券をエンコード券で発売している。その他の区間での連絡定期券の発売は、行っていない、定期乗車券以外の連絡運輸は行っていない。近鉄時代から2014年1月5日まで土曜日、及び休日、 春休み夏休み冬休み期間に乗車当日限り養老船前線に何度も乗車可能な養老船休日フリーキップが発売されていた大人1000円、人500円で近鉄時代と同一価格。同年1月6日からは毎日利用可能な養老鉄道1日フリーキップ大人1500円、小人750円に改められた養老船内の駅員配置駅 桑名駅、下深谷駅、田戸駅、駒野駅、養老駅、西大垣駅、大垣駅、伊比駅にて販売されている。下深谷駅、田戸駅、駒野駅では、窓口で、桑名駅からの近鉄線の乗車券を発売している。一部の種類、区間のみ、養老線の運営主体が、近鉄から養老鉄道に変更されたことにより、 乗車券等については、過渡的に下記の扱いを行った。養老線は、ローカル線のため、現、近鉄九州合併後は専用の新車が全く製造されず、近鉄狂気線及び名古屋線の中古車全般がかき集められ、バラエティに飛んでいた。しかし、現在では型落ちした、幹線用統一規格通勤車が転入してきたため、基本的には、感染と変わりなくなっており、 転属元は、機関の、同じ南大阪線か、桑名駅で接続している、名古屋線で占められている。検測は、近鉄の電気検測車、はかるくんを使用している。運営移管後も、はかるくんによる検測を行っている。開業時より1923年まで動力は、蒸気機関車であったが、近鉄成立前に、処分されている。すべて国鉄からの払い下げ車で、 開業時に5両、7号のみ1919 19年に、増備された。開業時南海鉄道から電化により、余剰となった二軸客車24両を購入。二等車、路1から4、三等車、派21から28、三十一から38、三等間9車、不派29.30、39.40。電化以降1923年、淡路鉄道へ7両。 1924年湖南鉄道へ1両、1924年武州鉄道へ2両、1925年水戸鉄道、2台、へ5両、1927年那智鉄道へ1両を売却。残りの8両は可車化され、近鉄に引き継がれる。開業時南海鉄道より、有害環球車6両、有害貨車24両、手用製度機付け無害貨車4両、 無害貨車16両を購入。西洋が景気構内に所在。車庫内で車両の列車検査、ガッツ検査を施行するが、定期検査、全般検査、重要部検査を行う施設がないため、定期検査時は、車両の台車を東方台車振り替え場、クアナにて、標準機械台車に履き替え、電動貨車元90系、元94.96に牽引されて、 塩浜研修車庫に改装した上で検査を実施する。生代車は元94.96の荷台に積まれる。西大垣車庫など、一部の駅施設の隣に、イビデンの施設があるが、これはもともと前述のイビガーデン機と同じ会社だった、頃の名残である。機場、レールは、本線では 37.40N50PS50N が使用されている。PC 枕木は、 宇航駅前後の広角間以外ほとんど用いられておらず、大半が木枕木、または鉄枕木である。転鉄機は、本線においては、電気転鉄機と旧式の発情転鉄機、列車の車輪で分岐器を転換させバネの力で、福井するが使用される。石津駅付近にはトンネルが4箇所存在する。すべて天井側をくぐるものである。駒の変電所。 西流期出力1 5 0 0ット、西大垣変電所、西流期出力1 2 5 0ット、高神戸変電所、西流期出力1 2 0 0ットの3カ所の変電所があり、ここから電力が供給されている。桑名駅付近の名古屋線との交差部分には開閉所が設けられ、この開閉所を経由して、名古屋線と機電線が接続されている。線は、 シンプルカテナリー方式である。河川自動張力調整装置、テンションバランサーが設置されている。電柱の木柱からコンクリート柱への更新工事が進行中である。高圧配電線、信号、踏切用の電源線全線において、単素 3300V1 回線が仮設されている。常置信号機として、主信号機がすべて設置されている。信号機は、 認識黄色、Y、赤色、R が採用されている。G、青色がないのは、近鉄、養老鉄道、伊賀鉄道を含むでは、Y 信号の制限速度が時速 65km となっており、また道路線の最高速度も時速 65km のためである。西大垣駅を除き、ARC、または PRC による、進度制御を行っている。 電動装置は、第一種軽電電動装置、または第三種軽電電動装置となっている。多編集式、連続照査型の近鉄型 ATS を採用している。車両が地上市からの信号を受信、記憶し、車両の速度を常時監視し、速度が超過した場合は、直ちに非常ブレーキが動作するシステムにな、り、原理上、車両の速度超過は起こり得ない。 ATS の速度制限段としては0.3045、時速 65km の4段となっている。急曲線、急勾配部分の速度制限箇所の一部には、速度超過防止用 ATS が備えられている。第1種踏切、警報器、遮断機付き及び、第3種踏切、警報器のみの踏切がある。第4種踏切、警報器、遮断機ともなしはなく、 全踏切で自動化されており、近代化が進んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。